ラフマとは、マレーシア海軍が運用していたフリゲート。また、大海軍でも、巡動警官のマクトラジャクマーンが運用されていた。1966年2月11日、マレーシア海軍は、イギリスのヤーローシップビルダーズ社に対して、フリゲートの建造を発注した。これは、同社の新しいフリゲートの設計に基づいて、建造された初の艦であり、 ハンジェバットと命名されて1967年12月18日に浸水し1971年3月に収益した。また、大海軍もその発展型一石を発注し、これはマクトラジャクマーンと命名されて1971年11月18日に浸水し1973年5月7日に収益した。いずれも、 線形としては、平ら板型を基本として完備に切り欠きを持つ、挑戦ロ狼型を採用している。また、指揮官についても、いずれも、ロールスロイスオリンパスガスタービンエンジンとクロスレー、ピルスティック射製 PC2 シリーズディーゼルエンジンを一機ずつ搭載した、コドック方式とされたが、機種や出力など細部に違いがある。監視甲板に 114mm 単装砲。 環境構造物工部の全省上に、その射撃式装置を備え、これを保管する 40mm 単装基準を、煙突両脇の01レベルに備えるという点は、共通である。なお 114mm 単装砲の機種としては、ラフマトでは旧式のマーク6、マクットラジャクマーンでは、新型の軽量砲等であるマーク8が採用された。また、完備看板には、 ラフマトでは、シーキャット股間防空ミサイルシステムを、マクトラジャクマーンでは 114mm 単装砲を備えていた。なお両艦とも2980年代に近代化改装を受けており、ラフマトでは、シーキャット股間防空ミサイルシステムに変えて3期目の 40mm 単装機銃を搭載し、マクトラジャクマーンでは、リンボーマーク10対戦迫撃砲に変えて、 STW-13 連装単魚雷発射艦を搭載した。また、マクットラジャクマーンでは、レーダーやソナーの換装も行われている。ラフマとは2004年に退役し、2011年より、博物艦船として公開されている。一方、マクットラジャクマーンは、練習艦として2013年現在も運用中である。ありがとうございます。